はい、じゃあ、トランスフォーマーについて、自然言語処理研究室の続きを発表いたします。はい、今回は、トランスフォーマーについて、説明していきたいと思います。ではまずトランスフォーマーの概要についてです。トランスフォーマーは、リカレントニューラルネットワークや、畳み込みニューラルネットワークを使わないアテンションのみのニューラル機械翻訳のモデルです。RNN よりも学習が高速に行えるという特徴があります。RNN は、並列化の処理を行えないため、アテンションのみの方が学習が高速ということですね。でまた、構造も非常にシンプルになっており、WMT14 のブリュースコアでは、英語からフランス語の翻訳が41点、英語からドイツ語が28.4で、どちらも1位を取っているモデルです。これが、トランスフォーマーのモデルです。こっち側がエンコーダーでデコーダーですね。基本的にはもう、この前説明した、セックトゥセックの、RNN を使っている部分にアテンションが入っているようなものだと思っていただければと思います。でこの NX が、繰り返す回数で、を表しています。このようにして、我が輩は猫であるをアイアムはキャットに翻訳するというような感じの構成モデルになっています。それでは、アテンションについて、もう一度説明していきたいと思います。前回もやったんですが、アテンションはクエリというものに一致するキーを削減して対応するバリを取り出す操作のことを言います。このアテンションの重みと行列、バリューの行列の内積により、キーに対応するバリューの重み付き和を取り出すことができます。その式がこのようになっています。頭文字が、大文字になっているものは行列を表していて、小文字になっているのは、要素だと思ってください。ではアテンションにクエリとキーとバリューを入れてあげると、ソフトマックスで確率にしてそこからバリューをかけてあげるというふうにやってあげることで、求めたい、ものが取り出せるという感じになります。でこのアテンションを、トランスフォーマーではスカルトドットプロダクトアテンションとマルチヘッドアテンション、ソースターゲットアテンション、セルフアテンションの4種類に分類したものを使っています。厳密に言うと、全部結局モデルとしては同じになるんですが、考え方、アテンションの考え方としてこういう4種類に分類されています。ではまず、スカルドドットプロダクトアテンションです。ドットプロダクトアテンションそのものは、アテンションの重みを内積で求めるものです。日本語だと内積注意といった感じに読めるかなと思います。でこのスケールドドットプロダクトアテンションは内積を、スケーリング因子、ルート DK で除算するというものです。その式に表すとこのようになっていて、さっきの式のこの部分、クエリとキーのところがに、スケーリング因子で除算されているというだけなんですけども、こういうふうになっていることがわかるかと思います。で次にマルチヘッドアテンションです。でこのマルチヘッドアテンションは、先ほどの、これドット、スケールドドットプロダクトアテンションを一つのヘッドというふうに扱って、このヘッドを複数ヘッドで並列化したものをマルチヘッドアテンションと言います。この特徴として、各ヘッドが異なる部分空間を処理している、それにより、単一だけの、スケールドットプロダクトアテンションを使うよりも性能が高いということが証明されています。はい、で次にソースターゲットアテンションです。さっきまでのが、計算の仕方だったり着目した分類だったんですが、このソースターゲットアテンションと後に続くセルフアテンションは、キーとバリューがどこから来るかというところに着目した分け方だと思ってください。でこのソースターゲットアテンションはキーとバリューがエンコーダーの中間層から来るものを言います。でクエリはデコーダーの中間層から来ます。この、図のような感じになると思ってください。ターゲットからクエリを持ってきてあげて、ソースアーマーから、キーとバリューを持ってくるって感じになります。で次にセルフアテンションです。セルフアテンションは先ほどとは違い、クエリ、キー、バリューが全て同じ場所から来ます。でこれらを同時に実行して、そのクエリと同数の出力ベクトルを求めていることができます。また各要素が他の要素に対しての関連性があるかを見ることができます。はい、ということで、これも図のように、
地図を見れば分かる通り、もうそのまま全部同じ場所から来ている。でそれを使って計算しているということになります。今回のトランスフォーマーでは、まあ、セルフアテンションの、セルフアテンションも、このスケールドットプロダクトアテンションじゃない、ごめんなさい、マルチヘッダーアテンション、マルチヘッダーアテンションを使っていて、そのマルチヘッダーアテンションの、入力をこのセルフアテンションに使ってあげるという形でセルフアテンションというふうに称されています。はい、で次マスクについて説明します。マスクとは、マスクは特定のキーに対してアテンションの重みをゼロにするために使われます。そのアテンションの重みをゼロにする理由として、一つがパッドを無視すること、でもう一つが、デコーダーのセルフアテンションで未来の情報を参照させないようにするために使われます。まずパッドを無視するということについてです。ニューラルネットワークに入力される文字列の長さがバというのは、まあ文章ごとに、まあ、もちろん異なります。この長さがバラバラですと、そのままでは行列に変換することができません。そのため文字列が短い文章には、まあ、一番その行列に変換するときに一番長い文章の長さに合わせてパッドというものを追加してあげます。でこのただこのパッドを追加してとりあえず行列に変換してあげるのはいいんですが、ただ計算するときにはこのパッドというものは邪魔になります。そのため、このパッドに対してマスクをかけてあげる、まあ、そのマスクの重みをゼロにしてあげるということですね、を操作をします。でまた次にデコーダーのセルフアテンションで未来の情報を参照させないということなんですが、学習の時に全ての時刻で同時に次の時刻の単語を、セルフアテンションでは予測を行っています。ただ、学習時の予測対象に学習時にその次の単語を予測しているということなので、未来の情報があるとそれは学習の妨げになってしまいます。そのため、現在から先の情報、クエリより先の情報にマスク、の重みをゼロにしてあげるということで、この未来の情報、学習の妨げになる未来の情報の参照を防いでいます。その他の、その他について説明していきます。まずポジショナルエンコーディングというものです。まあ、アテンションでは、RNN とかと違って語順が考慮されていません。そのためこの入力文字列にポジショナルエンコーディングの行列 PE を要素ごとに加算してあげます。はい、で1エンコーディングの各次元は波長が 2π から 10000×2π に幾何学的に伸びる制限波に対応しています。数式に表すとこのようになっています。この POS が EV、まあ、ポジション、単語の位置で I が成分の次元を表しています。はい、で次に、ポジションワイズフィードフォワードネットワークということで、文章の位置ごとに独立して処理するフィードフォワードネットワークのことです。これは全時刻で同じ、変換をなしていて、このモデルは2層の前結合ニューラルネットワークになっています。また2層目の次元は線形な活性化関数を持っています。数式がここにあるような感じになっています。はい、まとめです。RNN などの代わりにアテンションを用いたエンコーダーデコーダーモデルのことをトランスフォーマーと言います。アテンションはクエリに位置するキーを削減して対応するバリューを取り出す操作のことです。セルフアテンションは各要素が他の要素に対しての関連性があるかを見ることを言います。また、学習の妨げになるアテンションの重みをゼロにするためにマスクという操作があります。さらに、語順を考慮するためにポジショナルエンコーディングという手法が使われています。これが、それ最後に今回の参考文献です。今回主に使ったのは2番の論文解説の、サイトを主に使っています。また3番目が、これのトランスフォーマーの元になった論文で、論文名がアテンションイズオールユニードという名前です。はい、以上で発表を終わりにします。